で質問はですね、上の心と下の心の関係についてですね。上の心と下の心についてです。仏法ではですね、私たちには上の心と下の心があるとこのように教えられています。上の心と、下の心がある。で、これはどういうことかというと、上の心というのは、理性的なものだと思ってください。ね、理性的なもの。それに対し下の心というのは感情的なものですね。感情的なものだと思っていただいたらいいと思います。だから上の心ではですね、仏法をこうどんどんと理解できるんです。例えば嘘をついてはいけませんよってこう言われたらね、嘘をつかないようにしようと思うのが上の心ですね。悪口を言っちゃいけないとこう教えてもらったら悪口を言わないようにしようとするのが上の心ですね。そして、欲を起こしちゃいけないとこう言われたら欲を起こさないようにするのが上の心と。そこで、仏教の教えに従ってですね、良いことをしていこう、こう悪いことをやめていこうと、こうするとですね、最初はできるんです。だけど、だんだんとその分かっちゃいるけどできないことが知らされてくるんですね。分かっちゃいるけど、できないことが知らされてくるんです。なぜかというと仏教はですね、中道の教えなんです。ね、中道、中道というものはこれどういうことかというと、こうね、振り子があるとすると、やりたい放題やっていてもですね、偏っていてダメだと。で、反対に頑張りすぎる、つまり我慢していることも良くないと。仏教はこの中間ですね、中道を実践していくことが大事だとこう知られるんです。で、これは実際に一つ一つね、中道にしていこうとやっていくとですね、何が見えるかというと2つのことがありのままに見えてきます。一つは、この世界について、一つはこの世界についてありのままに見えるようになってくる。もう一つは自分についてありのままに見えるようになっていくんですね。で、私たちは自分自身をとても美化しています。だから頭で分かったことはですね、
実際に実践できていると思っているんです、ね、頭で分かったことはちゃんと実践できている、ね、だからそんな悪い人間じゃないと思うし、ね、そんなねとびきりいい人間でもないけれどもそんなに悪い人間でもないと思っている。だからその自分というものをですねとても美化しているわけです。ところが中道を実践していくと本当の自分の姿が見えてくるですね。どんな姿かといったらね分かっちゃいるけどそのできない姿なんです。欲を起こしちゃいけないとこういうふうに思っていてもね欲を起こしてしまう自分、怒っちゃいけないと分かっていても怒ってしまう自分、愚痴を言ってはいけないと分かっていても愚痴を言ってしまう自分ですね。こんなねなんていうんですかね、その自分だとは思っていなかったと思うような自分が見えてくるんです。そうすると、私という、ものにとってねその本当の姿というのは都合の悪いことなんです。見たくないことなんです。その都合の悪いことに対して見ないように見ないようにする心を下の心って言うんです。だから上の心ではね頭で分かっている、こうしなくちゃいけないと分かっている、またそういう自分は醜い姿だと聞けばね醜いんだなとこう思えるけれどもね本当に醜い姿をこう自分が知らされてくるとねそういう自分から逃げよう逃げようと見ないように見ないようにしていこうとする心を下の心っていうんですね。だから仏法を聞き始めた時はですね、下の心というのは見えないんです。だけど仏法を聞いていくとだんだんとですねなんとなく仏法を嫌がる心があるんだなっていうことがね見えてくるんです。なんとなくですよ。これは仏法をよっぽど聞いていないとわからない。仏法を嫌がる心、仏法から逃げようとする心ですね。そういうのが私の心の底にあるんだなっていうことが見えてくる。頭ではね、仏法を聞かなくちゃいけないっていうことは分かってるんです。だから自分の趣味とか生きがいだったらね、どれだけでも時間をかけてやれるのにですね、仏法のことになると、逃げようとする。仏法のことになるとですね、なかなかこうできない。そういう自分の心が見えてくる。非常にこうね説明してもなかなかわからないと思うんですよ。なんでわからないのかっていうと、これは相当信仰が進まないと見えてこないんです。信仰がね相当進んでこないとこういう自分の姿っていうのが見えてこないんです。その仏法を嫌がっている自分の、自分がいるんだなと、仏法を見ないように見ないようにしている自分がいるんだなっていうことがその見えてこないんですね。例えば中道を実践していくと世界がありのままに見えてくる。そのありのままの世界というのは全てがね無常だということなんですね。だからどんなにそのお金を手に入れても、どんなに財産を手に入れたとしても、どういう素晴らしい人生を送ったとしてもですね、その先にあるものはその幸せの崩壊であるっていうことが見えてくるんですね。だから
本当にね、この世界をありのままに見てしまったらね、この世界に幸せというのは何一つないっていうことが分かってくるんです。仏法っていうのはまずこの世の幸せをね求めていくんだけど、この世の幸せを求めていった先にはね、何が見えるかというと、この世の幸せというのはね、本当に心から満足できるものは何一つないってことが分かる。それはなぜかというと、どんな幸せもですね、全て崩れていってしまうからなんです。私たちはその幸せをねこう求める、で求めた幸せを握ったらね、握った幸せが永遠に続いてほしいと思うんです。だけどその幸せというのはね、必ず崩れる時が来るんです。それは中道を実践していくとね、その先が見えてくるんですよ。中道を実践していくとね、中道、逆に言うと中道を実践していかないと見えないです。だからなんていうんですかね、もう無常なんだ無常なんだってどんなに言い聞かせても、本当の無常っていうのは見えてこないんです。本当の無常っていうのはその心をねこう穏やかに持っていって中道のね生活をしていくと見えてくるものなんです。それは物事の本質が見えてくる。自分の求めているものというのはね、全部崩れていくということが見えてくるんです。そしてそういう崩れていくものであってもね、握らずには折れない私の心があると、ね、それが自分のいわゆる本質的なものなんだということがわかるわけです。なんていうんですかね、こう物があったとしたらこれをぐっと握ってしまう。どんなに無常だと聞いてもね、無常だと聞いても握らずに折れない、そういう私の心があるんです。なのにこの世界は握ったものが全部崩れていく世界なんです。握らずには折れない私と握ったものが全部崩れる世界。この握らずに折れないっていうのがね、いわゆる罪悪なんです。私たちの抱えているね、ね、罪悪、握らずに折れない、分かりやすく言えばですよ、その執着せずに折れない、何かあったらそれをぐっと握らずに折れないのが私たち、それが罪悪。握らずに折れないから人を傷つけても平気だしね、自分のお金を優先しよう、自分が利益を得ることを優先しようとしてしまう。だけどどんなものを手に入れてもこの世界は無常だからね、だから手に入れたものが全部崩れていく、つまり崩れていくときには苦しみを味わわなくちゃいけない。だから苦しみを味わうぐらいなら握らなくてもいいじゃないかと、頭では分かっているのに握らずには折れない心がある。それは下の心っていうのはね、その物事の本質が見えてくるまでは分かんないものなんですね。だから仏法を聞き始めている時はこの世界をありのままに見えていないので、そういう下の心があるっていうことは分かりません。だけど仏法を、求めていくとね、だんだんとそのこの世界というもののありのままの姿が見えてくるんです。だからどんな幸せを握ったとしても、その幸せは永遠に続くものじゃないんだなっていうことが分かる。永遠じゃないってことが分かるとね、その握っているものに、ものを、まあ、そのものを握っていてもね、心から喜べないんです。じゃあ握らないようにしよう、ね、これを握らないように、なんていうんですかね、できるかと、執着を捨てることができるかと、全ては執着するところから苦しみが発生するならね、
苦しみが発生しないようにね、執着しないように握らないようにすることができるかと言ったら、握らずにはおれない自分がいるんですよ。これがいわゆるどうにもならない自分と言われるものなんですね。これが下の心なんです。何かを握らずにはおれない私、そして握ったものは全て崩れていく。必ずね、最後には。それが分からない間はね、分からない間は握っておれるわけ。この世界をありのままに見えない間は喜んでおれる。この世界でね、この見えてる世界で、幸せをつかんだかのように思えるわけ。だけどこの世界のありのままの姿を見てしまうとですね、この世界では幸せにはなれないんです。何を手に入れても、どんなにお金を手に入れても、どんなに財産を手に入れても、地位や名誉を手に入れたとしてもね、私たちはその手に入れたものは無常のものだから喜べないんです。あくまでも今話をしてるのはね、真実から言った話なんですよ。こんな話ね、仏法を聞き始めての人にねしても分かんないんです。こう仏法の本質的な問題なんですね。真実ではあるけれども、こんな真実を聞きたいという人はいないわけです。だから今の話はあくまでも信仰が進んでくると知らされてくることですよっていうことです。信仰を進んでいない人に、解くべき内容でもないかもしれません。今は質問されたのでね、上の心と下の心って何ですかという質問をされたので、お答えをするだけであってね、こういう話自体はそういうことを感じている人じゃなければね、あまり話すべき内容ではないかもしれないと私は思っております。それはまず分からないから。そして分かったとしても聞きたくない内容だからです。つまり、私たちはこの世界で幸せになりたいと思ってるんです。これを仏教で我って言うんですよ、ね、この下の心の正体っていうのはいわゆる我なんですね。我っていうのはこの見えてる世界を実体化してね、そこで幸せを求めようとする心を我っていうんです。この物質になって現れたね、この見えている世界の中でどこか幸せがあるんじゃないかと思ってね、何か手に入れたら幸せになれるんじゃないか、お金を手に入れたら幸せになれるじゃないか、地位を手に入れたら幸せになれるんじゃないか、名誉や財産を手に入れたら幸せになれるんじゃなかろうかと思う心をがって。ところが真実から言えばね、この求めている世界は全て無常なんです。だから何を手に入れてもね、やがて必ず滅んでいくんです。全てが崩れていってしまうんです。どんなに大金持ちになってもね、最後置いていくんですよ。いや、大金持ちになった人ほどね、置いていく時の苦しみって大きいんですね。たくさんのものを手に入れた人であればあるほど、それを失う時の苦しみは大きくなる。じゃあ求めなければいいじゃないか。ところが私たちというのは求めずにはおれない。なぜか。それは私の心が不安で満たされているからなんですね。私の心が、仏教では私の心という大地がね、大地がなくて、常に私の心というのは不安というものの上に立っているから。
不安というものの上に、自分自身の我を作り出してね、でこれを絶対視してそのなんていうんですかね、生きているわけです。でこの不安が大きくなればなるほど、この、私の求めている我というのはね、とても強くなるんですね。だからおじいちゃんとかおばあちゃんになると執着が強くなるんです。なんで執着が強くなるのかって言ったら、それは人生の終わりが近いからなんです。人生の終わりが近いってことはね、自分の作り出した我が崩れるのがね、近づいているからなんです。そうなるとこの世界をどうしても固定化したいんです。この世界をもう崩れてほしくないんです。だからね、おじいちゃんとかおばあちゃんのね、持っているものをね、こっちからね、ちょこっと動かしただけでも怒るんです。なんで動かすのって元の場所に戻す。これが我なんです。私たちから見たらね、ここに置いてあるのとこちら側に置いてあるのは関係ないじゃないかとこう思うけれども、そのおじいちゃんおばあちゃんから見たら、何を言うのかと、これはここに置いておかなくちゃいけないんだというわけ。なんでか、それは自分の世界が変わってほしくないから。自分の世界が変わるような、崩れてしまうようなあやふやなものであってほしくないんです。なぜかというと不安だからなんです。そういう私たちは強烈な不安というものを腹底に抱えているわけですよ。それをそのなんていうんですかね、感じさせないように我を作ってね、我を作り出しているわけですね。それが中道の人生を送っていくと、そのまだ年を取っていないのにこの人生の実態が見えてしまう。人生の実態が見えるってことは、いわゆる私というのは強烈な不安の上に立っている存在だということが分かってしまう。非常に都合が悪いんです。分かってしまうということは、いわゆるこの自分の立っている大地がいつ崩れるか分からないものなんだ、いや必ず崩れていくね、当てにならないものなんだということが分かってしまうんです。それは下の心にとってはね、下の心っていうのは私たちの本心から見たらとても都合の悪いことなんですよ。非常に見たくないことなんです。だから見ないように見ないようにするんです。わからないようにわからないようにするんです。それはなぜかと言ったらとても都合の悪いことだからです。そのやっぱりね、人間の死というものと触れ合っている人とかね、またはそのお年寄りの方と接している人ならばね、わかると思いますね。そのもうこの我をね、求めずにはおれない自分の本性。おじいちゃんやおばあちゃんがそばにいたらね、もうこれいらないでしょって言って捨てようとするとね、わしが死ぬまで捨てちゃダメだというわけ。なんで？それはそれだけ怖いからなんですよ。何が怖いかというと、自分の世界が変わってしまうことが怖い。がというものがね、それだけ私たち強いってことなんですね。これがいわゆる私たちの命と言われるものなんです。迷いの命と言われるもの。迷いの命と言われるもので、この迷いの命を
殺していくのが仏法なんです。だから臨終って言ったらね、これが死の、ね、死を目の前にしている時なんです。この我が死ぬということをね、目の前にしている時を臨終って言うんですね。もちろん私たちはこれが非常に強いので、日頃はですね、こういうもの、自分に我があるっていうことさえも気づきません。だから我をこうなくしていこうっていう気持ちね、命をこう自分の迷いの命を殺していこうっていう発想もないと思うんですね。これはその自分のいわゆる執着しているもの、また執着している人、そして執着している考えに固執する心なんです。だから最初にね、この浄土真宗の教えで、その例えば地獄に落ちると知らされたら救われますよと聞いてしまうと、この我はね、地獄に落ちる姿をこう一生懸命求めていく。本当はその我を殺すのが仏法なんですよ。だけどその我がいわゆる地獄行きを見せてね、そしてさも救われたかのように思わせてしまうわけ。本当はその我を殺していかなきゃいけない。下の心をにね聞かせて、この下の心の迷いの命を殺していかなきゃいけないのに、迷いの命によって作り出されたこの我にね、つまりその考えにとらわれてしまう。で自分は救われたんだと勘違いしする。つまり自分の救われたという世界にちょんと乗っかってですね、ああこれで大丈夫と。だとても危険なんです、これ最初からこういうの聞くとね。だから仏法にはちゃんとね、方便っていうのがあって、方便を通っていくとだんだんと見えてくるんです。だから私たちがこう死ぬんだ死ぬんだ死ぬんだって思い込むものではないんです。思い込まなくても見せつけられていくものなんです、こういうのは。だから明日とも知れない命なんだ、明日とも知れない命なんだっていうね、そういうふうに思い込む必要はないんです。だってね、南無阿弥陀仏をいただくんですよ。南無阿弥陀仏って阿弥陀っていうのはね、無量寿仏、ね、そして無量光、無量寿の仏様であり、無量光の仏様であるわけですよ、ね、この無量寿の仏様の働きによって、いわゆる無量寿の仏様だからね、仏法を聞いていくと、その無量寿の仏様の働きを受けていくから、その永遠の命を持った仏様の目線が見えてくるんですよ。目線から私たちの命が見えてくるんです。永遠の命を持った仏様から見たらね、私たちの命ってどれぐらいですか。そうですよね。だ80年生きようが100年生きようが変わんないんです。10年で死のうがね、100年まで生きようが全然変わんないんです、仏様の視点から立てば。どうですか、セミがね7日間で死ぬとね、他のセミはね6日間で死んだ、ああ6日間はかわいそうだ、7日間まで生かしてあげればよかったと思います。あんまり変わんないでしょ、6日間も7日間も。カゲロウに至ってはですよ、その一晩でね、成虫になって一晩で、亡くなると、死んでしまうと。その一晩のうち1時間違ったからといって、ね、あんまり変わんないでしょ、人間からの視点で見ればね。でも
カゲロウの世界ではね、1時間違ったらすごい違いかもしれないですよ。セミの世界から言えば1日違えばね、ものすごい違いかもしれませんよ。それはその生き物の立場に立ってみないとわからないんです。同じように私たちがね、その人生70年80年の視点に立ってね、自分の姿を見ても、どんなに見てもね、そんな儚い命なんて思えないんです。だから自分で結局無常だというときはね、明日も知れない命なんだっていうふうに思うしかないんです。そういうのが人間の知恵なんです。そうじゃない、仏法を聞いていくっていうのは仏様の知恵をいただいていくんですね。仏様のお力を浴びていくんです。仏様のお力を受けていくんです。だから仏様の目線で物事が見えてしまうんです。だから別に明日も知れない命なんだってね、思わなくてもいいんですよ。80年生きてもあっという間と見えるんですか。だからお釈迦様がね、いや人間の命というのは誠に儚いものだと、早いものだと、こう話をした時にね、お弟子の方々に、お前はね、お前たちはどのように感じているんだと、こう聞かれたんですね。そしたらね、いやその人間の命っていうのはね、1週間ぐらいじゃないかと、こういうふうに思います。1週間でもすごい短いですよ。それは80年生きて1週間って意味なんですよ、実感としてね。そしたらお釈迦様は納得されなかった。で次の人に聞いたらね、そんな1週間ほどのね、長くはありませんと。ご飯を食べて、食べ終わるぐらいまでの間です。80年の人生がそれだけってことです。それでもすごい短いように思うけど、お釈迦様は納得されなかった。最後の人に聞いたらね、そんなね、80年もそんなご飯をね食べるぐらいではありませんと、一息一息の間ですと、こういうふうに言われた時に、そうだと。でこれはね、私最初に話を聞いた時にはね、まあ、人間の知恵ですよね。吸った息が吐き出せなかったら、吐いた息がね吸えなかったら、あ、それで人生が終わるんだと。命というのはね、この息が吐き出せなくなった時が終わりなんだと。だから命というのは一息一息なんだと思ってました。違うんです。その80年の人生が一息なんです。無量寿の仏様から見られたらってことです。そういう視点で世界が見えるんです。そういう仏様の視点に立って世界を見せていただける、いや見せつけられる、それが仏法を聞いていくと知らされていくんです。それは目をつぶっていても、目を開いていても、それは決して忘れることができない現実として見せつけられていくんです。だから下の心は聞きたくないんです。仏法恐ろしいから。仏様の目線に立って物事を見たくないんです。仏様の目線から見てね、この世界を見てしまったら、この世界の全てが夢幻と消えていくんです。どんなにお金を手に入れても、どんなに地位や名誉や財産を手に入れてもね、一瞬ですよ。仏様の眼の子から見ると、だから今まで自分が楽しいと思っていたものが、いや自分が価値があると思っていたものがね、仏様の眼から見てしまうとね、何の価値もなくなるわけです。
例えばそのね紅白歌合戦に出たとかね、オリコン1位になったとかね、映画にね出たとかね、会社の社長になった、うん、人気が出たと、もう80年が一瞬ですからね。ほんな紅白に出た、あそんなのあったぐらいのね、それぐらいの出来事にしか見えないです。だから仏法を聞いていくと、今まで幸せだと思っていたものが、今まで価値があると思っていたものがね、こう価値がなくなっていってしまうんです。これがいわゆる仏法の真実なんです。仏法というのは方便の教えと真実の教えがあって、今話をしているのは真実の教え、そして真実の教えは聞きたくないんです。なぜかというと、真実というのは私の迷いの命にとってね、都合の悪いことばかりなんです。だから上の心ではうんふむふむふむとよくわかりましたとなるけど、下の心ではもう嫌だと、もうやめてくれと、こういう心になるんですね。同じように、無量光ってね、この無量光っていうのはもう完全なる真っ白い心なんです。その真っ白い心から自分の心を見られるわけですよ。どうですか、希望、完全に綺麗な人から自分の心の底の底まで覗かれると。逃げようとしますよね。だから仏様の世界に出るってことはね、常に仏様のような真っ白い心の人が私のそばからずっと離れない世界なんです。皆さんなんかね、早く信心決意したいとかね、阿弥陀仏に救われたいとかって言いますけどね、私はそうは思いません。いいですか、仏様がじーっといつも見ておられる世界なんですよ。あの大和のセグロでしたっけ、この財布を拾った時に、財布を拾った瞬間、いやその前からずっと仏様がじーっとね、大和のセグロについてるわけですよ。じーっと、背後霊じゃないですよ、仏様がですよ、じーっとじーっとじーっとね。いいですか、仏も一体ですからね、その仏様の視点が常に聖九郎にこう響くわけ。どうですか、そのね、仏様に見せれるような綺麗な心ならいいですよ。仏様に見せることのできないようなお粗末な心がですね、私たちの心ですから、それがね24時間365日じーっと、どうですか、特に何か責めるわけじゃないですよ、決して仏さんは責めませんから、だけどじーっとね、あらよく起こしちゃった聖九郎ちゃんって感じね、お金もらった、やった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 、ああ申し訳なかった、こうなるでしょね、え仏様がじーっとこう見てるわけです。このね罪悪感に耐えながらね、このお金を使って一生が生きていくことはとてもできない、申し訳なかった、こういう世界なんです。ね、弁念じゃなくて、あのね、熊谷次郎直実、ね、連勝坊がね、そのこう刀を振り上げた、このねってね、うわーってこう振り上げたのをね、
仏様が振り上げてるよ、うわー恐ろしい狩りだなってね、こう見てるわけですよ。その声なき声が聞こえるわけ。いや声なき声じゃなくて、もう視線がね、じー、しかも仏も一体ですからね、うわーっていう、うわーすいませんでした。いいですか、こういう世界に出るってことなんですよ、新人月曜するってことは。もう常に仏様が清らかな、完全に清らかな人がね、ずーっとそばにね見ておられる。見ておるぞ、聞いておるぞ、知っておるぞ。心の底の底までね見て、そして見た視線をそのまま教えてくれる。仏も一体ですから、その仏様がどう見ておられるかということをそのまま私の心にダイレクトに教えてくれるわけね。だからそんな耐えられないって、今救われて、今救われたら大変なんですよ皆さん。もうちょっとさ、ちょっと準備してからの方がいいと思いますよ。今救われたら本当ね、のたうち回りますから、やめてくれ。もうちょっと正直になってからの方がいいと思いますよ、自分にね。救われるんだったらそう思いません？今でさえですよ、今でさえこう聞いて嫌だと思っていたらさ、ねえ、阿弥陀仏に救われたら大変なことになるんですから。今でさえこう嫌がる心があるんでしょ、こう嫌がる下の心があるわけじゃないですかね。嫌がってるっていうのは、いわゆるこの仏様が光をこうね、こうやってこう一生懸命浴びせかけているのにね、こういうふうにこう一生懸命くるんでね、こう、やめてくれと、光を浴びせないでくれと、こうやってる状態なわけで、一生懸命こう自分でね目をね見ないようにしていると。ところがこのね阿弥陀様の無下光によってピーッと照らされてさ、松陰の黒木は月の光かなって感じでね、自分の姿がこう見せつけられるわけでしょ、こうやって。どうですか、耐えられますか。今の自分の心でね、阿弥陀様に救われたらね、それはね即死ですよ。ショックすぎて心臓発作で死にますって。だから阿弥陀様とお慈悲な方でね、徐々に知らせてくれるんです。こうね、自分の姿がちょこっと見えたら、うわー嫌だーね、嫌だけどもう一回行こうかな、ちらっと見て、あー嫌だー、はあ、でももう一回見ようかなと、うわやだね。そうやって何回もやっていくうちにだんだんと認められるんです。今まではねこう思いっきり目をつぶってないなければ見えなかったものがね、ちょこっと目を開けてみようかなとね、こう目を少し開けてみようかなと、こういうふうになっていくんです。だからその阿弥陀様に救われてね、一年の救いだから今救われなくちゃとかね、私はそう思いません。ゆっくりでいいですから、今救われたら大変なことになります。ちゃんと方便というのがありますからね、ちょっと慣らした方がいいです、ね、自分の姿というものをちゃんと慣らしておいて、ある程度、いややっぱりこれ極悪人かなと、いや認めたくないけどそうかなってね、それぐらいの状態までなっておかないとさ、いきなりバーンと極悪人とかね、バーン、あー無情とかね見せつけられたら、これ大変なことになりますからね。だから仏法を聞いていくっていうことは、こういう仏様の視線に立ったね、目線に立ったものが知らされていくんです。だそういうものが知らされているんです。知らされているものをただ認められていないだけなんです。その知らされたものが
仏様の目線の姿なんです。だから仏様と一体になるってことね、仏門一体になるってことはとても恐ろしいことなんですよ。無量寿の命から見た私の命、一瞬ですよね。それが分かっちゃうと困ったことですよね。無量光から見た私の姿ね、真っ黒ですよね、見えてしまう、これ困ったもんだと。だからそう見せないように、見ないように、見ないように、我があるわけですよ。だから下の心から見たら、我から言ったらですね、迷いの命から見たら私のこの姿っていうのをね、そのまま見せつけられるっていうのはとても困ったことなんです。この世界をありのままに見せていただくっていうのはとても困ったことなんです。その困ったものをですね、知らされていくのが仏法なんです。だから要は私たちはね、そのこの自分の姿を自分から知りたいという気持ちにはなれません。もうどちらかというと、もう死んでいくのも嫌だからちょっと見るかと、うあ嫌だ、あやっぱり意味合いと、あ嫌だと、こういうことを何回も続けるわけですね。それで何回も繰り返してやっと分かるのは戻れない、ね、戻れない、逃げれない、自分の姿からね逃げることはできない、この問題から逃げることは絶対できない。どっかでね踏ん切りをつけるわけ。いいですよ、それ踏ん切りをつけるまで何をされてもいい、お金持ちになってもいい、財産をね築いてもいい、いろんな仕事をしてもいい、それはいわゆる自分の心の中の言い訳なんです。それをするまでは待ってくれって感じなんですね。だけど最終的にはこのいわゆる問題とぶつかるんです。必ず必ずです。その時に、いわゆる逃げれないっていうことを理解しないといけない。いや理解っていうのはこの下の心がね逃げれないと理解する。かといってこれを見ていくことは見れない、前に進むこともできない。だから行くも死なんです、帰るも死なんです、そしてとどまることも死。つまりもう自分の姿からもう絶対に逃げれない、前に進むこともできない、戻ることもできない、絶対絶命の状態を三乗死っていうんです。いわゆるもう自分の姿から目をそらすことはできない、そしてこの世の現実から目をそらすことができない、そういう状態を三乗死とこう言われてね、その時にこの三乗死を突破した時にですね、このもうね死を覚悟したわけですから、命終わる時に望みて、命っていうのはこのね迷いの命が終わる時に望みてってことです。もう逃げれない、逃げれないってことはこの世界をもう受け止めないといけない、自分の姿も受け止めないといけない、そう受け止めた時が一年だ。だから自分の姿がはっきりと知らされる、これを気の人心、そして、自分の姿が知らされるってことは自分を貫いているお力があることも知らされる。今までは見ないように見ないようにしていたからね、貫いていたっていうことを否定していただけなんです、ね、こう今までこういうふうにしていたものをね、わっってね、これだけです、勝ったんじゃん、こうやってたものね、わっこれでね、信じるんですよ。よらいだいひの音読はってね、ああやっぱり私でね、悪の塊だったってことですね。ね、でも仏様もおられた。はあ、でね。
これからはずっと仏様と一緒です。一緒っていうことは、こうやって仏様がずっと見ておられます。あなたのやる全ての行いを見ておられますからね、心の行いも。いやー、恐ろしいことです、本当に。だから醜いことをしたら懺悔せずにはおれない。いや、いいことやってる時もその奥にある醜い心を教えてもらってね、あんたあんた、まあ、いいことやったと思ってるでしょ、でも心の奥底でこう思ってんだよってね、教えてくれると、あ、自分を情けない人間なのか、こういうふうにね教えてくださっている、そういう生活に変わる。だから下の心が見えてきたっていうことはね、これからが本当の求道ってことですね。あとは行くも死、帰るも死、とどまるも死、つまり自分の姿からもう逃げれないというところまで求めていくことだけですけどね。だけどやっぱりね、見たくないわけです。だからぐる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 と逃げ回りながら最後逃げれないと知らされるというね、こういう最後の、一年というところがあります、ね、だから救われるのは一年で救われます。でそれは無常と罪悪が取り詰めたというかね、無常と罪悪が知らされたその先にあるものなんですね。こういうことです。それは無常と罪悪というのは阿弥陀仏の無量寿の働きと無量光の働きによって知らされるものなんですね。無量寿によってね、儚いものだと分かるわけです。無量光によって罪深いものだということが知らされる。そして、最後は1年で救われる、ね、行くもし帰るもしとどまるもしと、この時にね、知らされるものです。分かっていただけたでしょう。まあこういう話はね、あんまり聞くものではないと思いますけど、一応ね、質問だったのでお答えしました。ではちょっと休憩したいと思います。